はいどうも、ヘビフロッグと申します。こんなところに濁った水が存在しますね。実はこの濁った水、あの有名なミドリムシが大量に生息しています。小学生の時に習いましたよね。植物のように光合成を行い、動物のように動き回る植物と動物両方の性質を持った藻の仲間です。懐かしいですよね。オタマジャクシの尻尾のような鞭毛を使って泳ぎ回る姿が印象的ですよね。あのピロピロと動く鞭毛を見ていると、あるものが脳裏によぎるはずです。そう、それは精子です。というわけで今回はそんな同じ鞭毛を使うミドリムシと精子を比較してみたいと思います。ここにオスのタニシがいるので、このタニシから精子を拝借し、グリーンウォーターと混ぜて観察します。まずはここにグリーンウォーターを乗っけましょう。ほら。タニシの精子を混ぜます。それでは早速観察しましょう。というわけで早速観察します。こちらがタニシの精子とミドリムシです。もう少し近づけましょう。タニシの精子が大量にありますね。お、こちらはミドリムシです。おお、泳いでる泳いでる。ぐにゃぐにゃと変形しながら鞭毛を使って泳いでいますね。お、こちらでは元気な精子が泳いでいます。おー、いるいる。精子が大量に動き回っていますね。お、形は違いますが、こう見ると大きさはあまり変わりませんね。大量の精子に囲まれてミドリムシは焦っています。完全アウェーですね。右にいる小さな精子が人間の精子と同じくらいです。こう見ると人間の精子と長さはそこまで変わりませんね。お、移動してる移動してる。精子が邪魔で全く動けませんね。なかなか出ることができません。こちらでは3つのミドリムシが閉じ込められています。脱出するのが大変そうです。一つのミドリムシは精子から抜け出すことができました。こちらのミドリムシは抜け出すのが難しそうです。一般的なミドリムシと精子の長さはあまり変わりませんね。ただミドリムシの方が体が丸く太さがありましたね。ミドリムシにもいろいろな種類があるので、また観察してみたいと思います。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。